皆さんこんこにちは田中です前回はかき氷のシロップを例にとって私たちがものすごく視覚に引っ張られていること実際は味の部分は同じであっても例えばブルーハワイとかイチゴとかレモンとかそういった色の違いによってかなり私たちの味覚まで左右されてしまうという話をしました。またその前の前動画では例えば福和術のように視覚と聴覚を統合する時にもその一 情報の推定にに関してはかなり視覚引っ張られるあるいはラバーハンドイリュージョンのように自分の体であってもかなり自分の体の,その関節とかから入ってくる情報よりも視覚から入ってくる情報にその位置の推定っていうのは引っ張られるっていうそういったあの話をしてきました。でこれらに全部共通するのはいくつかの情報を統合する時にはより精度の高い情報に重きを置いて統合するっていうことだったんですね。 視覚はかなり特に空間であるとか何らかの対象の性質を推定する時にすごく強い手がかりになるでこの強い手がかりって何かというとあのよよりり曖昧ででない、いい精度がが高とうふうに言うことができます。逆に他の特に視覚に引っ張られるような情報っていうのはその精度が曖昧である聴覚で言えば位置情報の推定に関しては少しノイズが大きい あるいはうーん精度が低いっていう風な情報として捉えることができますあくまで相対的なものなんですけれども視覚と比べるとだいぶ曖昧であって精度が低いそれに対して視覚はかなり精度が高い手がかりだということになりますそしてそれらをこう全部統合して一つのゲシュタルトにするときにはより精度が高い情報に重み付けをしながらゲシュタルトを作っていく ないろいろな今例を挙げたかき氷のシロップだったりあるいは私たちの手の位置の推定であったりとかあるいは副術効果のようにどこから音が出ているかっていったことを推定する時にはものすごく視覚の情報に重み付けをししてて統合いいるうこういった重みづけをして情報を統合するっていうことは今はこの外から入ってくる情報に関しての例でしたけれども実は そのこのシリーズでもですねえー。大体えー、第10回ぐらい前後ですかね。運動の学習についての話にも、実は共通するメカニズムなんですね。何かというと2つの情報があの主に、えー、テーマになってきます。1つは私たちのこれまでの経験から導き出される予測の部分。そしてもう1つが実際に運動した結果入ってくる。 あるいはその時に視覚だったりとか体から入ってくる感覚フィードバックというこの2つの情報なんですね。その運動する前あるいは運動した直後にまだ感覚フィードバックが入ってくる前の予測の信号例えばあこういう運動指令を体に送ったから手はこの辺に行くだろうとかあるいは何か道具を動かした時に、まあ、こういう動きをするだろうあるいは車の運転とかもそうですね道具の性質から 例えばハンドルこれくらい切ったからこれくらい車は次の瞬間に曲がっているだろうそういった予測を常に脳はしているんですねでも一方で実際にそういった運動したり何らかの道具を操作した時に実際の結果っていうのも起こりますよねその時にそれは視覚情報であったりとか実際に体に入ってくる触覚の情報だったりとかあるいは この辺に手を伸ばしたつもりだったんだけどちょっとずれたっていうような実際の体の感覚その固有状感覚だったりっていうものも全部統合しながら感覚フィードバックというものが入ってきますでこの時に予測の精度と感覚フィードバックの精度のその相対的な重みづけその精度の違いによって私たちは統合しているんですね。どういうことかというと繰り返し繰り返し何度も 行動した結果持っている私たちの経験だったりモデルがあるとするならその予測というのはかなり精度が高いもの、まあ、例えばこういうふうに動かしたらこの辺に絶対来るっていう予測がすごく精度が高いものになっているんですね。のその時には例えば視覚情報とかが入ってきてもあまりその運動が更新されないそれまでの経験の方がより重視される。でも例えば何らかの うん、何でもいいですけど野球であったりとかテニスであったりとか初心者の時っていうのは道具がまだ慣れていないですよね。でその時には例えばこう,うまく道具が動かせとい,いうことは予測ってていいうのはあんまり当てにならならわけですねそれよりもむしろ実際に起こった結果あなんかこの辺に行っちゃったとか今度はあこの辺に下行き過ぎたとかっていうような感覚のフィードバックの方により重みづけをしながら私たちは どどんどん自分自身の中に持っているモデルを更新していくんですね、まあ、この話っていうのは視覚と聴覚の情報をより精度が高い方に重み付けをして統合するっていう話とものすごく実は関連しているんですね。あの背景として言われているのはあの今の、うん、最先端だとベイズ統計という理論で説明されるんですけどそれはまさに2つ以上の情報を統合するときにより精度が高い。 まあ、ばらつきが少ないような情報により重み付けをしながら統合していくっていうところがあの本質になりますでこれを私たちの日常的な行動に当てはめて考えてみるとじゃあその予測がより強い予測の精度が高いっていうのは繰り返し繰り返しやってきたこと、まあ、経験がたくさん積み,積み重ねられたそういった行動に関してはすごく 予測のの精度っていううが高くなってしまうそうすると何か新しい行動とか習慣に変更しようとしてももともとの予測あるいはもともと持ってるモデルっていうものの重みづけが強くなってしまうのでなかなかか更新していきづらいんですねそれが例えば楽器であったりとかスポーツであっても繰り返してしまった癖がなかなか抜けない理由でもあるんですね。じゃあその時に どううしていけばいいいけばかというとまさに置き換えの映像、まあ、こういうふうにしていくっていうあるいはゴールって言ってもいいかもしれないですけどその状態っていうのを設定したらそこに変化するまで地道に繰り返かっていうとこういった体のレベルであったりとかっていうのはまさに経験でどん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 繰り返してしまったがゆえに固定されているものなので。 逆に言うとその繰り返してきた経験というのを上書きする置き換えるぐらいの繰り返し入力されるデータっていうのが必要まさに感覚フィードバックが必要なんですねそのためには1回2回で諦めずに何度も何度もその新しい行動に近づけるようなフィードバックを入れていく、まあ、もし前の習慣とかが出てきてしまってもその時に諦めずに何度も何度も新しい方向の入力を入れていくっていうのが 実は結構、あの、地味なんですけど、すごく重要なことになってきます。コーチングでいうと、いわゆるハビットと呼ばれる。無意識の行動と訳されたり、習慣っていうふうに訳されたりするものですけど、そこに当たります。じゃ、そのハビットを置き換えていくには、どうすればいいかというと。ゴールを設定して、ゴールを下げないっていうことなんですね。ゴールを設定して、多くの場合、あ、自分には、なんか、例えば、才能がないからだとか。こういうのが癖だから、できないっていうふうに。 諦めがちなんですけどそれは逆に言うと今まで積み重ねてきた後天的なものに過ぎないのでゴールを設定してそれに向かってどん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 新しい経験を積んでいけばまたそこで入ってきた経験、まあ、データっていうのが新しいモデルを作ってきてくれるそうするといつの間にか前のモデルではなくて新しい習慣あるいは体で身につけた行動とかっていうものに置き換わっていくんですね。なので 人によってはすごく長年やってきたことであると少しあの置き換えに時間がかかるかもしれないですけれどもその時にまあそういったデータが積み重なった結果今のモデルができてるんだなっていうのが分かっていればかなりその中で諦めずにどん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 新しいデータを入れていくつまり新しい行動に慣れていくことで気づいたら習慣が変わっているっていう状況になっていくと思います。そういった 脳の中では重みづけっていうのがむしろ今までの経験から新しいモデルに置き換わっていくっていうのが起こっているんだっていう臨場感を持ちながらぜひハビット」もゴールに合わせて置き換えていって頂ければと思います。